今回寺脇さんと塚地さんと一緒にお芝居させていただいたことはないんですけど、こうしてなんていうんですか、エチュードで一緒にお芝居できるっていうので、ワクワクとちょっとした不安が入り混じってるんですけど、なんか楽しいな、楽しみだなっていう気持ちでいっぱいです。ワークショップであったり、そういった演劇のなんていうんですか、勉強とかを やったことがないので、なんだろうな、どうなるんだろうなっていう、こういろんな化学反応とかたくさんあるんだろうなって思うんですけど、こうセリフがあってお芝居するのとまた違った感覚で、その時その時に二人の胸を借りて楽しい時間を過ごせたらいいなと思ってます。ワークショップとかそういうお芝居の勉強の機会はなかったんですけど、よく音楽番組の待ち時間とかに、チーム K のみんなでこういう場所だったらなんか和製のスナックとか、あとはなんだろうな、いろいろシチュエーション決めて一人がセリフを言い出してそこにみんな乗っかってくっていう、暇つぶしをしながら、でもそれもエチュードっちゃエチュードなのかなと思って、なのでなんかすごく大変とか怖いとか不安よりもエチュードって楽しかった、なんか遊びの感覚なので、そういった遊び心を持ちつつ、こうそういった部分を皆さんにお芝居とプライベートじゃないけど、なんかそういう素の部分が入り混じったエチュードを皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思ってます。